はい、どうも。ですね、今回はですね、金沢大学の元信者の教授がですね、もちろん統一教会の元信者ですよ、の教授が、言ってたのはですね、東大とかはですね、東大の生徒とかは、官僚になる人だから、力を入れて重点的に信者を集めてましたって言ってたんですよ。なので、省庁に入ってて、東大卒業で、これから国を、操って良い方向に向かわせようかなっていう感じの人がですね、統一教会信者の可能性がかなり高いんですね。で、しかも自民党が統一教会だから、引っ張り上げるときにですね、君、僕の話意外とわかる人間っぽいから、君を、課長に据えようとかですね、そういう感じで統一教会の信者を引っ張り上げるんですね、おそらく。だから、上の方にですね、やっぱり、国の上の方がですね、統一教会で牛耳られてる可能性が高いですね。牛の耳って書きますけど。なんか自民党とかそういう問題じゃないぞ、これ。各種省庁のトップ?でもね、そんなの検索したってね、名前はひょっとしたらトップの一人で出るけど、2番目3番目から下はね出ないんですよね。それに顔もわかんないですし、信者かどうかもわかんないですし、あのピースロードとかであれ写真撮ってるの、各種省庁の上の方の人がバカバカに写ってるかもしれないですよ。だけどピースロードもですね、画像を削除しまくって、証拠隠滅を図ってて、ちょっと遅かったですね。だからね、なんかネットの、多分ね、Google のですね、検索ランキングでは基本上位に来てたと思うんですよ。力があるから。だけどね、そういうの残ってないな、多分。その、中の人は持ってるんですよ。統一教会の信者の人はね。統一教会の信者の人は、ピースロードとかの写真をですね、あぶね、これが世間にばらまかれたら、あれで俺にもなんか火の粉が降ってきちゃうよ、みたいな。絶対内緒だな、みたいなのをですね、持ってるんだけど、ねえ、ってことで。はい、ピースロードの写真とかがどっかに残ってたら嬉しいねってことで。何の話でしたっけ?ああ、だから、東大卒のですね、東大だけじゃないけどね、特に東大は、重点的に力を入れて信者を集めてたっていうことなので、官僚の上の方が、おそらく、統一教会の人が、だという確率が、結構高いですよ、ということがネットに書かれてましたよ、という、ご説明でしたね。僕じゃないですよ。ネットに書いてあったんですよ。ってことで、はい、今回は以上です。